毎度大きに今回はアイドルでモデルの熊沢風花さんを見ていきましょう彼女の生年月日は2002年7月2日出身地は埼玉県血液型は O 型身長は 162cm 熊沢風花さんですが趣味特技は音楽鑑賞ダンス不動産物件のリサーチだそうです経歴としては 小学4年時の2013年に原宿でスカウトされ、芸能事務所、ベルベットマネージメントに所属しました。同年8月には、同社所属の女性アイドルグループ、プリティグッドの追加メンバーとして芸能活動を始めました。その後、6人組グループとなり、2014年5月にシングルデビューすると、以降は計3枚のシングルをリリースしています。そして 2015年11月にプリティグッドからメンバー4人が卒業し、残留した2人によるデュオユニットで再スタートを切りました。その後、2016年2月にプリティグッドとは別に、白岡京香さん、里中夏樹さんと共に新ユニットを結成し、タスクパート1として活動開始すると、ユニット名がタスクハブファンに決定し、同年5月にシングルデビューを果たしました。その後、 2017年3月に活動が停滞していたプリティグッドを正式に解消しタスクハブファンに専念しました同年4月には教養バラエティ番組のテストの花道にレギュラーとして出演開始し活動の幅を広げると2018年4月に高校進学を機にグラビア活動を開始しましたそして同年12月に自身初のデジタル写真集「今日を届けに」を発売しています 2019年1月には、週刊ヤングジャンプ創刊40周年を記念した SS-11 に選出され、グラビアアイドルとして注目されると、同年11月には初主演の映画、ファインドが公開され、女優としても活動しています。そして、2021年3月に高校を卒業し、翌月から大学に進学すると、2022年3月にウェブマガジン、ガラスガール創刊号のカバーガールを務め、 大学2年生の2023年3月には、ファースト写真集、また明日を発売しました。最近では2023年12月18日発売の週刊プレイボーイに登場していて、グラビアで活躍中です。そんな、アイドル、グラビアを中心に活躍中の熊沢風花さんですが、2024年の目標はライブ、旅行をいっぱいし、プライベートで海に行って、水着を着たいそうです。 グラビアは今後も続けられるそうなので、今後も彼女の水着姿を拝めそうです。そんな、熊沢風花さんの今後の活躍を皆さんで応援しましょう。それじゃ今回はこのくらいで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバイ。